あ、来てます。私大吉だった。そういうの後から言ってくださいね。こっちがちょっといいじゃないですか。調子悪いですね。言うこと考えられますよね。大吉になるまでの前振りもあるんですよ。前振り、ね、前振り前振り前振りんでみたいな。キャスがおかしい。キャスが来ないんです。なんで来ないって。立ち上がらないです。再起動してみてもいいですか。いいですよね。ちょっと5分ぐらい時間かかるかもしれません。FM 機能をお聞きの皆さん、こんばんは。レレツイートのちょっとだけ始まります。お相手はレレツと山内です。はい、今年から9時から10時までの1時間番組となっております。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。やったね。明けおめ出ました。明けおめことよろ出ました。若者風に何何何いや若者じゃないですか。うん、若者だけどね。そう、はい。さあ、今月から1時間ということで、うん、新年ね、はい、めでたいですね。はい、はい、めでたいね。ただ1時間大丈夫かっていうこの声もね、巷にはありますが。怖い怖い。何、誰から怖い。ちょっと上の人から。あ、なるほどね。あいつは1時間大丈夫なのかっていう。何言ってんだこいつ。上の人何言ってんだこいつって言っててください。はい、そういうのもありつつの、はい、まあ1時間ということで、うん、確かにね、はい、30分じゃちょっとね、短かった。短かったね。私としてはいっぱいいっぱいだったけどね。あ、そうなの。うん、結構。じゃあ別にいいじゃん、30分で。うん、でもみんなともっと絡みたかった。どういうことでしょう。何でしょうか。はい、はい、相変わらずのアイドルボイス。何ですか。褒めてるの。褒めてますよ。あ、嘘、やった。はい、ウェイ。アイドルボイスのレレチでございますが、はい、どうしますか。まずはオープニングトークですが、この番組、まあ、自己紹介から言っておきますか。時間帯も変わったしね。うんうん、うん、じゃあ僕から言いますよ。はい、はい、僕は FM ギノアの、最年長おじさん山内でございます。はい、イエーイ。社員です、社員。はい、そしてレレチです。はい、今年、うん、30になります。みそじ女やばいです。まだ20代でいくつもりです。気持ちはね。気持ちは、気持ちは若いですよね。気持ちは23ぐらい。あ、精神年齢ももっと低いかもな。最低最低、相変わらず最低。今年も最低今年も最低。ありがとうございます。はい、はい、まあそんなね、うん、レレッチとそしておじさん山内がお届けする番組ですが、はい、レレッチさん、うん、どんな番組ですかこれは。はい、週替わりのテーマに沿って、うんうん、まあ皆さんといろいろ意見を交換しながらワイワイ楽しくトークしていく番組となっております。そうです。はい、時にねちょっと大人なディープな話とかね、うん、あれ、それ禁止になったんじゃないんですか山内さん。いや違います、下ネタが禁止なだけでディープな話は別に恋愛系でいろいろあるでしょ。例えば、例えば何ですか。例えば例え言われないと分かんない。だから、うん、要するに下の話ではないわけですよ。うんうん、ちょめちょめしたとか、うん、そういったことじゃなくて、うん、したいなとかじゃなくてね、あなたじゃなくて私そんなことラジオで言ったことない。そういうことじゃなくて、うん、例えば、うん、この女性についてとか男性についてとか考え方をね、はいはい、そういう話をしたり、うんうん、そういったのはありじゃないですか全然。
ありありありでしょ、うん、だからそういったね、大人のディープな話になったりもしますが、はい、基本的にね楽しく皆さんと一緒に、うん、先ほど言った意見交換、はい、しながら、はい、お送りしていきます。よろしくお願いします。1時間でございます。はい、1時間となったからには皆さんのリクエストも受け付けます。はい、はい、曲のリクエストね、はい、お待ちしてます。はい、別に、うん、夜だけど昼の音楽でもいいですし何でもいいです。はい、ぜひ聞きたい曲ね、うんうん、はい、リクエストしてください。お待ちしております。さらにさらにこの番組、はい、皆さんと参加、会話しながら、うん、お送りしていく番組ですのでコメントメールをお待ちしております。はい、メールアドレスは、はい、797@fmginowan.com 797@fmginowan.com となっております。そうです。はい、はい、メール、そしてコメント等々お待ちしておりますので、はい、待ってます。皆さんね、うんうん、どんどん送ってきてほしいですね。はい。どうぞ。はい、どうぞ。どうぞ。どうぞ。テーマ。テーマ。いきましょう。テーマいきましょう。はい。それでは今日のテーマは。もしも。でございます。てんてんてん。はい。もしもそう何でもいいね、もしもなんとかだったらとか、そうそうそう、例えばね、うん、僕が、あれしたことがあるのはもしも、女性だったら、そう、朝起きて女だったらどうするっていう、それは私言いたかった。んそれはまあ後ほど、後ほど、はい、例えば、はい、例えば、もしも金持ちだったらとかね、うん、あるいはもしもアリだったらとかね、逆に言えばアリ、アリアリアリ、虫？虫虫。たとえが。まあまあそんな感じです。そんな感じね。はい、まあはい。もしも福山雅治だったらとかね。もうやばい。あ、そっか、あなた好きでしたね。大好き。まあまあまあ、はい。そういう話を今日はねしていきたいなと思っております。はい。うんうん。ぜひ参加してほしいですね。はい。ちょっとコメント。ここらで紹介した後、うん、曲いきたいと思いますよ。はい、まず最初のコメント、うん、ひろのしんさん、やほ、はい、やほー、ひろのしん、これはえんさん、あおいの86さん、86さんですね、86さん、こんばんは、こんばんは、えるさん、れれ1個目、1個目じゃなかったね、1個目違いね3番目だったね、ともさん、れれち、やほー、南の島のフリムーンさん、明けましておめでとうございます、明けおめ、先ほどね来ていただいて、うん、ありがとう、かわいい子のなんだっけ、シーサー、うんうん、あれ上等だったね、超嬉しい、私沖縄に欲しいんだよな、ハーゲンシあなたのはもらうわけにはいかない、大丈夫大丈夫、フリームは多分作ってくれると思う、ね、俺も思うんだよ、優しそうだったから、ね、うん、期待しよう、はい、はい、そしてイワルちゃん、イワちゃん、イワちゃんさん、こんばんは、こんばんは、さらに沖縄ラブさん、はい、レレチ姫、山内執事、明けましておめでとうございます、東京のジャムおじさんです、1時間かおめでとうさん、ありがとうございます、褒めるコメントはちょっと飛ばして、なんで、なんで、みそさん、もしもこけしだったこけしだったらなんすかこけし、こけしってあれじゃないですか、こけし、あれのことですか、なんですか、それ以外なんかあります、まあ、はい、やばいやばいやばい、はい、次行きましょう、ナチュミンさん、かわいい、はい、こんばんは、ありがとうございます、こんばんは、はい、ということですね、はい、うんうん、さあ、このように皆さんぜひぜひ絡んでやってください、はい、よろしくお願いします、お願いします、それでは本日から1時間ということで、はい、どうぞ何か言ってください、今年もよろしくお願いしますCM CM じゃねえし CM じゃなかったね、曲だったね、さあ本日のオープニングナンバーいきましょう、はい、何ですか、星野源さんで恋、何を想像したのかな、何を想像したのかな、山内さん、いやだから僕はもう下ネタ言いませんから、今日じゃない、今年はどうしたんですか、何があったんですか、今年はってことは来年は言うんですか、来年も前状況に応じてね、今年山内さんは本当につまらんかったよって言われたら、来年は
下ネタに走ります。なるほど、下ネタに頼ってるって言われてたの。言われてたんじゃん、僕が感じたんですよ。なるほど、うん、踊ろう。やばい、踊って、いじっていいですかって、もちろんです、もうバリバリいじってください。いじらないと何も出てこないですよ。お、かっちゃんも来たね。おお、かっちゃんさん久しぶり。これ1時間待つ の解禁になったからね。はい、そうなの、うん、おお。山内さん、大人のこけしは僕はどこまで言えば下ネタじゃなくなるのか。山内さんが言うと全て下ネタです。どういうことじゃ、何も喋れんの。そうか、大人のこけしは僕は知らないです。あ、シグナスさんも明けましておめでとうございます。あ、でも皆さんが言うこと分には全然あのあれですよ、紹介はしますよね。僕が自ら発しないだけで。振れば言いますじゃん。振ればというか、だからそういうコメントで来てね、例えば、うんうん、例えば前ほら電話の人が来てたさ、その電話の話題とかにはもちろんそれは読みますよ。だけど自分から、あ、電話っていいよねみたいな話はしないってことです。わかります？うん、そうね。山内発信のエリンギが好きですって、かわいい。ナチメさんが言った、私しめじかな、しめじ形はいいよねとか、そんなことを言わないったら山内さんだからではないな。レイジが言っても下ネタ。そうだよね、違うよ。エルさんよくわかる。ほら見て、かわいいっすってかっちゃんに言われた。かっちゃん誰でもいいよ。おいそこは、そこは一応ね。アニヘア定義誰にもでもいいよ。しいたけって、しいたけはさ、やばいよ。うん、あのもう奇形だからね、もし自分のだったら表現しないでな、奇形でどうするってなる。最悪。なめこじゃないです。なめこってどんなんだろう。ちっちゃいやつ。あ、あれじゃん、ぬるぬるしてるやつ。あ、ぬるぬるしてる。やだいいじゃん。カラシはえのき。あ、カラシは味噌のことかな。カラシュって、もともとカラシュって名前だったんですよ。味噌が。味噌？味噌、味噌ちゃん。味噌さん。うん。味噌、味噌。あ、味噌さんは。こけし。こけしって言ってた。女性じゃないんだ。あれ、女性がいなかったっけ、男。うん、みそさん、あ、その辺はアンタッチャブルなの男、男、内バナナよ、内バナナよってみんなやっぱ下ネタ大好きね。キノコの話です。こけしがテーマなの。違います、今日のテーマはもしもです。もしも、うん、まあその話にはちょっとあれがあるんだけどね。なんでもしもにしたか。あ、じゃあそれは話しますか。うん、フリートークで。うんうん、まあ今日はね、別にコーナーとか分けんでもいいから。そうそうそう、でも1時間もあっという間ですよ、本当に。しもしも、しもしも、どうしたらいいのかわからないことをやってくるんだよ、この人。どうリアクションするの？つらい。もしも自分が山内さんだったら？はい。私は多分性欲の化け物ですから。無理かな。何が無理？本当はこういう番組ですからね、この BGM みたいな。わかりますこの番組はレレツイートのちょっとだけさあ、はい、今日はですね、うん、1時間記念ということで、はい、フリムさんもね、うんうん、シーサー持ってきてくれたり、はい、ありがとうございます。はい、してましたが、うん、はい、さてメールも実は来てるんですね。わー、嬉しい。はい、来てます。はい、
これは明けましておめでとうございます。おめでとうございます。けんちゃんと言います。はい、けんちゃんさん、リクエストお願いします。はい、曲があるかどうかわからないですけど、はい、ガルニデリアの未来という曲か、はい、スピードスターをお願いしますということです。ありがとうございます。リクエスト、ありがとうございます、うん、このように、この番組リクエスト、そしてご意見ご感想などなどを募集しております、はい、メールアドレスは797@fmギノワン.com 797@fmギノワン.com となっております。そうです。はい、はい、皆さんぜひぜひどんどん参加してくださいね。待ってます。ラジオはねやっぱ参加したら楽しいですから。楽しい楽しい、うんうん。レレッチさんももともとは、はい、実はね、うん、FM ギノワンさんのリスナーです。まあでもツイキャス自分でもねやってて、うんうん、こっちに来たのはエリューさんの番組、ね、あれたまたま、ね、あ違う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 、エリューさんの番組が初出演でしょ。うん、だからその FM ギノワンと絡むようになったのもエリューさんの番組からの出演からの、そうそうそう、はいはい、ゲストに1回来て、うん、そこから、まあコメントしてくれるようになったというか、はい、よく聞く聞いてくれるようになったという感じではございます、うん、ほいほい。なのでね、うん、どんどん本当にリクエスト、あるいはそのメール、はい、コメントなどなどで参加していただきたいですね。うん、待ってるなんかなんかイラッとくるのはなんでですかね。可愛すぎてかなさて、はい、年末年始挟みましたが、うん、はい、どうでしたか。ね、うん、クリスマスまず、お、そうですね、そうそう、29日番組がなかったのでちょっと報告ができなかったんですけど、はいはいはい、25日、うん、報告することがある。23、24、25、うん、地獄でしたね。地獄よく聞く、本当に苦しみます。あ、クリスマスだけに苦しみます。もうカップルばっかりが来た。カップル、カップル、右見てカップル、左見てカップルもうはっていう私こんなに頑張ってるのになんでそこイチャイチャしてんのみたいな。 あるよね。あるあるある、うんうんうん、つらかった。つらかった。でサンタさん来ないし、まあね信じてるからまだあー、なんかその辺ですよね、イラッとくるのはね。おいおいおいなんてひどい。エルさん、うん、はい、コメント来てます。山内さん、ものすごくその気持ちわかります。イラッときますよね。うん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 うなずきすぎだから最低はい、もうひどい。まあまあ、うん、そんな仕事三昧だったクリスマス、うん、はい、明けて、明けて、まあ、26日、次の日休みだったんですけど、うん、クリスマス終わった後、うん、もう疲れて、疲れて動けなくて、動けない、うん、死亡、死亡。だから、ね、結局クリスマストイレもダダ流しパンパースしてた。パンパース、いや、やっぱりなメリーズ知らんかな、はい、動けない、うん、そしてで、まあ年末？年末年始も忙しいんですか、やっぱり。年末年始は、うん、年賀、お年賀とかお歳暮。お歳暮でスイーツ？うん、焼き菓子があるから。おしゃれだね。そうそう。いいな、お歳暮でこの、うん、お菓子っていうのもね。そうそう。だから、うん、そういうのがあって、まあ、忙しいっていうのもあるんだけど、うん、年末、うん、まあ、お店が1日だけ休みだったんだけど、はいはいはい、31日、うん、何してたと思います。私何してたと思います。カウントダウン、どこかに行ったと思います。そのいや、だって忙しいって言ってたじゃないですか、って思うじゃないですか、うん、お店自体は7時にしまったんですよ。あ、はい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 、カウントダウンしに行きそうじゃないですか、次の休み、次の日休みだし、はい、うんうんうん、家で、うん、ゲームやってた10時ぐらいから、うん、まあね、リスナーさんなんかも一緒に、うん、ゲームで5秒前、4、3、2、1って明けおめー。あ、でもいいじゃないですか、なんか今風なあれですよ。本当に、うん、今風な充実でもリア充、なんだろう、リア充かな。嬉しかったのが、うん、私と同じぼっちがたくさんいるんだないや、たくさんいると思いますよ、そんなね、僕だからねあのほら、
こんな仕事してるから、うん、割と女性と話するじゃないですか、しかもラジオで、うんうん、でラジオだとクリスマスの予定とかも聞くんですよ、うん、どうしてもね、うんうん、そしたらやっぱりね、別にないとか今まで彼氏と過ごしたことないとかいう人いっぱいいますからね。うん、結構、はい、そうなの、うん、絶対嘘ついてる。いや嘘はつかないし別にどこぞのなんとか B48 じゃないんだからどこぞの、うん、なるほどね。そうそうそう。で山内さんはどう過ごしたんですか、年末年始。はい、僕は30まで仕事なんですよ。うんうんうん。で31と1日が休みかな、うん、2日も休みか。でもうお家で31はゴロゴロ、もう今までのその寝不足疲れなど全部解消して、今は元気。いやもうね、あとあの忘年会がひどかったんですよ今年。あ、なるほどね。うん、うーん、それで結構死んでましたねアルコールカジャバリバリ。やだ、あれでしょ、アルコールの匂いとおじさんの匂いが入り混ざったような匂い、あの独特な。あとはあれさ、あのスルメみたいな匂い。いやだ最悪もう最低。はいコメントに逃げよ。いやいや、まず年始はどうしたんですか。年始、年始はやっぱりおばあちゃん家にいましたね、うん、おばあちゃん家、うん、おばあちゃん家、 おばあちゃん家で、うん、あ、普通にいとこなんか、いとこが帰ってきてて5年ぶりになったんですよ、うんうん、今早稲田大学の方に行ってるんですけど。シチブラだろ、ちょっと前でも真っ金金ですよ髪。うわどうしちゃったの勉強しすぎ。うん、弾けてる ね22歳、20、え、いくつ ?22 ぐらいかな。まあそれまでね、うん、あれしたからね、頑張ったからかな、うん、そうに会って写真撮りました。うんうんうん、レナ姉ちゃん30に見えないって言われたけど、私29だからまだみたいな。いいじゃん、もう褒め、なんていうの、お世辞ぐらい言えるんだから。むかつくでもお年玉でお金が飛ぶし、お年賀でお金が飛ぶし。あ、女性であれなの、金髪なの、はじけてんだ。そうそうそう、すごいね、うん、いいですね。そうそうそう、はいね、なんだっけのんびりしたのんびりした、うん、正月は。あと初詣も2回行ったな、うん、2回 ?2回っていうか、なんすか、まあ、この二股かけてます感じ。成田さんに行って、成田さんで、その後人かね、うん、して、その後、その後、はい、普天間神宮にも行った。お、普天間神宮には一昨日、違う人とでしょ、うちのパパママと。一つはね、うん、もう一つは、うん、もう一つは秘密一人でお参り。嘘つけよつけはい、ってことがありましたね。一人でお参りするわけないってことがありましたはい何を言ってんだ。もう去年はお世話になりましたと、はい、今年も健康でいられますようにって一人でお願いしてきた成田さんに。嘘つけ焼き鳥食べながら。嘘つけあの、これあれですよ、二股パターン、うん、要するにね、僕の立場でそんな2回、うん、違う場所行ったら、うん、もうこれはあれですから、うん、今入るのチリンチリン。何ですか不倫。あは、わかります。違う違う違う、不倫あるあるエピソードなんですよこれ。どっちも好きだから行ってきたあ、もう何ですかこれ、不倫の釈明会見ですかそうそうそうどっちも好き、もうやめられなかった、衝動を抑えられなかった。はいはい、中野町の和樹さん、はい、おみくじはどうでしたか。それがですね、うん、成田さんで引いたのは中吉だったんですよ。はいはいはい、まあ、1月2日に行ったんですけど、成田さんには、はい、うん、で1月3日次の日に普天間神宮行ったんですけど、うん、大吉だったんですよ。おってことで来年も普天間神宮に行きます。あ、いいですね、やっぱね、宜野湾は地元の宜野湾に行かんとね、はい、うん、はい、うん、だから、うん、多分今年いい年だと思う、まあね、大吉だったから。中吉と大吉ですからね、うん、どっちもいいですから。でも中吉悪いことしか書かれてなかった。あれよね、なくし物、うん、諦めた方がいいですみたいな。そうそう、俺去年ね中吉ぐらいだったと思うんだけど、吉だったかな、うん、全部悪いことだったね。でどうだった。もう全然、去年はいい年でしたよ。私にも出会えた年だしね。
去年でしたっけ、うん、2月ですよ、2月、去年の、うん、あ、まあ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 、まあ、うん、もういいや。いやいやいや、はい、あなたとあれだね、はい、何ですか、これなんですかね、はい、シュプレームさん、うん、普天間宮の後、金、あ、金タコ行かなかったのって、うん、行ってないんだよね。普天間神宮では屋台で、うん、食べた。なるほど、うん、美味しかった。ナチュミンさん来ましたよ。おみくじどこで引いても大吉。すごい。またこの人もチリンチリンですかね。浮気かな。浮気だね。あ、セナさん来てますね。セナさん。レレ版は。レレ版は。セナさんってあれだっけ。そうそうそう。友達。そうそうそう。あ、はい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 。大分ですね。はい、明けましておめでとうございます。はい、よろしくお願いしますね。初米だと思います。はい、なんで読まないんだよって思っちゃって。違うんですよ、初米じゃないんですよ。多分3回目ぐらいですよ。違う、今年じゃない。あ、なるほど、うん、今年もよろしくお願いします。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます、はい、うん、さあ、皆さんは年末年始どんなやって過ごしたでしょうか、コメント来てますね、うん、A さん、はい、正月お餅たくさん食べました。いいなぁ、私餅めっちゃ好きなんですけど今年1回も食べてない。あのですね、僕福岡から、うん、親戚が旅行行ってて、福岡のこのくず餅っていうの、うん、何きな粉、うん、まぶして黒蜜かけるやつ、うんうんうん、めっちゃうまかった。これぐらいちっちゃい袋で、ね、そう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 、なんかちょっとこう包まれてるやつ、そう、めっちゃうまい、あれ、あれめっちゃうまい、私も大好き。あれさ、うん、プチスイートないの、うん、いや、あれ和菓子だし、いいじゃん、うち洋菓子だし。いいじゃん、その洋と和の半分ぐらいのやつでそれを作ったら、あ、水まんじゅうあったぐらいだしね。うん、パパに言っとく。パパに言っとく。パパに言っとく。私作ってるわけじゃないから、パパに。あなたがパパって言ったらなんか違うパパみたいな。なんでよ。なんでよ。もう最悪、本当にもう。何が最悪なんだ。はい、はい、なんか気になるコメント。大塚健二さん、うん、山内氏、はいはい、思いつきで放送と関係ないですが、うん、パーソナリティさんの背面のギノワンフラッグ、うんうんうん、パーソナリティのワンとモニターで見えます。放送始まるとき犬年なので各番組ワンと吠えてもらってから始まるのどうですかね。文才ないから若若っていや、わかるわかる。じゃあワンってそれぞれ今日はね、はい、言いましょうか、うん、じゃあどうぞ。ワンワンが良かった。違う、そこは犬と、ま、なんていうの、似せないとボフって。それ可愛くないじゃん。なんで可愛さ求めてるの、みんな。求めてるよ、求めてる。みんな私に可愛さをきっと求めてるだろう。そっか、なるほど、いいですね。つく。ね、前半がね、はい、ちょっと下ばっかりで読めないんですけど、うん、はい、なんかキノコの話してるんですよね。キノコの話、なんでキノコの話になったのかちょっとよくわからないですが。はい、そうですね、はい、うん、ですね、あとね、うん、ちょっと待って、なんかね来てたんですよ、年末年始っていうか、あ、みそさんがね、はい、イチャイチャしたいみそって来てますね。要するに大晦日とか。あ、なるほど。 あれですね、でも、うん、なんだろう、大晦日とかお正月とかって、はい、ゆっくりしたくない？なんかゆっくりしたい、一人で家でまったりしたくない？マイク外したらちょっとまったりしたくない？はい、したい。じゃあ、うん、クリスマスはそう、まあ、一緒に過ごしてもいいけど、お正月ぐらいはなんか家でゆっくりテレビとか見たい。あ、そばにはいなくていいんだ。うん、いなくていい、邪魔かな。いや、だからそれは気使いすぎるからじゃないですか、うん、俺前から思ってたけど。違う違う違う。ん？なんだろう、気にしないでゲームとかやってたらいいじゃないですか。あ、それは普通にするよ、気にしないで、うん、やるけど、もう同じ空間にいるのが嫌なんだろうね、多分。あー、ちょっと病んでますね。そう、闇レレチだから。今年闇レレチだから。はい、なるほどね、うんうん、帰省ファンタさん、パンパンしてましたね、はい、なんだろうパンパン、あ、お参りかな、お参りかな、ね、きっとお参りだろう。どうでしょうか、この人
あのもうアイコンの表示がスケベだからね、うん、なるほど、はあ、スケベなんだね。そういう意味じゃないですかね。南の島のフリムーンさん、はい、グラセフ三昧。はい、グラセフ三昧ですね。もう年明けてからグラセフ GTA っていうゲーム、うん、プレステの、うん、ゲームなんですけど、もうこれでもう年明け、うん、年越して、うん、正月もそれで過ごしてみたいな。 GTA って車？車ですね。あとはもう普通になんかやり合ったりとか。へえ、うん。今進化してるからね。超楽しいですよ。すごいよね。うん、みんなでやるから楽しいんだろうね。多分。はい、うん。ケンちゃんさんも、はい、元旦の朝方までキャスしてた。そして、うん、エンさん、一人ぼっち、うん、あ、ハチロックさん。はい。アイムぼっち、イエーイ。イエーイ。ミサさん、ぼっちじゃないもんって来てますが。ぼっちだよ。もう言ってあげよ、ぼっちだよ。あは、やっぱね多いですよね。うん、うん、特にね、あれっすよ、なんだっけ、ん、カップルで過ごしたりっていう人は、うん、本当に一握りだと思いますよ。うん、来年こそは。瀬名さん、明けましておめでとうございます。はい、おめでとうございます。ちなみに私も2カ所とも大吉。去年は結婚した年なんですよ、瀬名が。去年はどうだったんですかね。幸せだったんじゃないですか。あ、違う違う、おみくじ。あ、みくじが、みくじって、おみくじが、うん、ね、気になる ね。うん。岩ちゃんさん、はい、今年は吉でした。吉っていいの悪いの、どっち。一番真ん中ぐらいじゃない。あ、そう、最近半吉っていうのがあるって聞いた。あ、そう、何それ、もう不屋さんでいいよね。もともとあるのかな。ないんじゃない。半吉ってなんだろうね。吉の半分。だって大凶でしょ。うん。凶があって吉、小吉、末吉とかあるからね。よくわからんな。中吉、大吉。難しいね。難しいね。うん、はい。ね、瀬名さん。うん。これ何？筑後餅なら大分でも売ってるから、ご希望あれば送りますよってことで。ありがとう。ありがとうございます。ぜひぜひ。私にだよね、多分。FM ギナーにお願いします。なんで。タイゴさん、はい、おみくじ引いてないけど、うん、おみきは結構飲んだよ。おみきって何ですか。あの、お酒ですね。あ、お酒、うん、島。なんで島よ。普通のあれさ。あ、なるほどね。瀬名さん、去年は末吉だったってよ。末吉で、うん、いいね、幸せもんだね。だからさ、末吉でも幸せになれるんですよ。今日でも幸せになれるんだよね、結局はね。全然なれる。うん、はい、なれるなれる。うん、なちみいさん、 はい、お正月はいつもなら実家の来客の接待で忙しいんだけど、うん、今年は訳あって暇でした。ほうほう。大晦日からこっち、ぐでんぐでんしてます。酔っ払ってんの、ぐでんぐでんって。あ、そうかもね、いいな。やばい、いいな。私も、はい、今日飲もう。宅飲み。でしょうかね、はい、このちょっとイラッとする感じね。さて、今日ね、はい、来てくれた、うん、この南の島のフリムーンさんのリクエストかけたいと思います。はい、福山雅治でスコール。最高じゃないですか、福山なんて。は、福山最高。よかったね。癒されるんでちょっと喋らないでください。じゃあ聞いといてよ。元日はレレチの文句言っときます。おい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 。聞いてみて。みんな文句多分ない。あるよね。ない。じゃあレレチのいいところ。たくさんありすぎてもう書けないはず、みんな。ゴロゴロしてるの間違いよって。ゴロゴロしてるんか。あ、お箱なんだ。なんでないわよ、まだ。なちみさん飲めるのかな。何歳、いくつなんですかね。まだ若い。同じくらいじゃない。私ですか。うん、絶対若いよ、私より。でも確かお子さんいたよね。うん。悪いところの方が多くていいところ出てこないよって。まあ後で大分行ってから芝居てこよね。大分まで行くわ。大分まで行って。すごいな、芝木にだけ。もう原骨しないといけない。瀬名さんのこの絵はあれですか、自分を描いたやつ。これはテッチが描いたやつ。これも。あ、すごいね。うん、
レレチのいいとこは可愛いっては。知ってる。もう山内さんの冷たい目がもう本当に嫌。今年も冷たい、去年も冷たい、今年も冷たい。優しかったの最初だけだった。なんかもうね、慣れてくるとね、冷たくなるんだよね。ひどいよね。朝つも食ったんだ、ごめん。ちょっとね、フリートークが長すぎたね。3通送ったんだ、ありがとう。いいところと悪いところ紙一重、さすが既成ファンさん。褒めてください、私のこともっと褒めて。褒めて。うん。あー、どうしよう。うん、分かった。後で二度と行かない、マジ遠いとか言ってたし、来ないの分かってるんで大丈夫です。じゃあ本当に遠い、大分に直便がなくて、沖縄から福岡行って、そっから2時間ぐらい高速バス乗って。へえ、いいな。帰りの高速バスにトイレがなくて、しかも、うん、乗る前にめっちゃトイレ行きたくなって、2時間私空港までトイレ我慢して、ガチでちょっと来ました、ガチペットボトルに入れようかなって思うぐらいやばかった。そうだな、だって2時間とかずっともうこればっかりでしょ。そうそう、寝れもしないし、ね、そうきついな、やばかった。だからそれは自分でしょ。ん？今日のワンピース、パンツのガーター荒れてるってどういうこと？パンツのガーター、パンツのガーターって何？ちょっと喋って CM 行きましょうか。うん、行きますよ。さあ、お送りしている曲はですね、福山雅治の、はい、スコールでございます。これは南の島のフリムーンさんのリクエストです。はい、さあ、CM を挟んでですね、うん、この後テーマトークに行きたいと思います。はい、遅ればせながらすいません。うん、今日のテーマはどうぞ。もしも、そうです、もしも何々だったら、うん、あるいはもしも状況ね、まあ、もしもボックスですよ。うん、まあ、私が話すのでそれに答えてもらったら、さすがいいかな、いいですね。はい、さあ、 CM の後、うん、そういったテーマトークお送りします。皆さんぜひ参加してください。はい、ゆたしくお願いします。いたします。逃げさびらって言わないんだ。だから、ゆたしく言わんかったから、無意識でなんか変なだったわけよ。なんか詰まったわけ。やばい、方言と普通の言葉が混ざってた。リクエストは、ケンちゃんさんのリクエストはあれだっけ、さっきのメールの、うんうん、あ、そうだね、あるよ、あるそうです。うん、次かかるかな。ほら、でも1時間でも全然時間ないから。でもあと30分ぐらいあるじゃないですか。わい、今37分だよ。うん、あと30分あるば。23分。ないやし、大まかに行っただけなのに。テンポよく行かないといけないな。パンパンパン、ごめんなさいね皆さん。はい、山内さん多分私に久しぶりに会って嬉しいんだと思う。どういうこと？嬉しかったら尺ばっぺするわけ。喋りたいことがいっぱいありすぎるんだよね。頑張るよ、どこまで、あっちか、頑張るよ。この番組はレレツイートのちょっとだけ、テーマは、はい、うん、もしも。はい、もしもでございます。はい、皆さんぜひ、うん、もしもの話、はい、ちょっとね、もしもでコメントも来てたので紹介しますね。うん、はい、お願いします。ですね、なんか変なあれだったんだよな。うん、もしも俺が山内さんだったら、はい、L さん、とりあえず女湯覗く。なんで俺だったら女湯覗いて OK じゃないけどな。まあいいですけど、いけるんだろうな。俺だとキャラで OK なのかな。いや、許さんけど、知ってる人ばっかりだったら許さんけどね。
知ってる人ばっかりだったら私は許さないけどね。ジラーつってか殴りたい殴りたいまあ女湯のぞいて殴られるだけで済むんだったらそれでいいですけどね、うん、そうなの。そうですよへえ。なちみんさん、もしも私がワンコなら山内さんのペットになりたいの、ハート。ダメダメダメ、犯されるよ。おい犯される、危ない危ない、やめておいた方がいい。うん、ストレートすぎ表現表現がなんて言うんですか。じゃあ襲われるよ。いやいやいや、いたずらされるよ。アウトアウトアウトか、ちくしょう。別に、うん、なちみんさんワンコじゃなくても僕は全然ペットにしますので。それ危ないやつじゃんやばい怖っ。はいはい、あれあともうちょい来てたんだよな、うん、はい、どこだっけ、ごめんなさいね、ちょっと後で探しておきますね。はい、そちらでメール見えます、見れないかな、見れないね、うんうん、メール見れない、うん、 OK。 じゃあですね、もしも、はい、あなた喋ってください。ですね、はい、今回このテーマにしたのがちょっと理由があって、うん、1月3日に君の名はやってたの分かります。あ、なんかテレビでやってたね、うん、私初めて見たんですよ。はいはいはい、初めて見て面白かった。面白かった。お弟が映画館で3回見たっていうのを聞いてて、うんうんうん、あ、見てみたいなって思ってたんだけど、うん、結局見ずに、まあ来ちゃったんだけど、うん、見てなんかいいなって思った。よかったんだ。うん、よかった。あ、見てないんですか。見てない見てない。でそれで、あ、もしもその寝てる時に、うん、まあ男の子と女の子が入れ替わる話なんだけど、うん、もし、うん、私が男になったら、あ、なったらどうします。でまず、うん、顔チェックしに行く。はい、まず顔ね。うん、まあ、それは大体違和感があるから、うん、絶対鏡見に行くと思うんだよね。そうですね。イケメンか、違和感あるかな。パッと起きて、ないかな。パッと起きて、だっておっぱいだって思うかな、女だったら。もしね、ここが重たいんだよ。あ、男からしたら重たいの私は重たいもの。おい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 、ね、殴りたいはい、ってことで、うん、それを見て、うん、まあ私が男だったらっていうのを考えて、うん、あ、もしも男だったらみんなどうするんだろうとか、女だったらどうするんだろうっていうのを思って、はいはいはい、このテーマにしてみようと思って。だからあなたどうするんですか、男だったら。まず顔見に行くんですよ。はい、してイケメンかブサイクを確認して、うん、イケメンだったらよしと、うん、よしと、うん、まあイケメンっていう設定で、うん、次下半身調べる。調べますね。で、まあしょぼいか、しょぼいか、立派か、立派か、まあ立派がいいよね全部、まあまあもしもだからね。で、はい、立派です。まあその後、うん、普通に外出る。すっぱだかで、うんうん、着替えて、あ、まあ、はいはいはい、弟なりお父さんなりね、うんうんうん、服着て出て、うんうん、てもうなんか隅から隅まで、うん、もう女、あらゆる女に声かけまくりたいまあイケメンだったらね、うん、かけまくりたい、うん、でしてかかったらどうするんですか。女として、うん、あ、もういいですか、下のちょっと言っちゃって。あ、僕だけ言わないだけですか、うん、女の、うん、まあね、やった時の感じ方は分かるわけじゃないですか、うん、はいはいはい、でも男のって経験できないじゃないですか。あ、まあね、それを経験したいんですよ私。へ、え、してみたくないですか。僕はね、もし女としてあれして男にやられるなんて絶対嫌ですあ、そこなる、そこ、そうそうそう、あ、そこなんだ。だから女性同士でしたいね、もし女になったらあら、そう、あ、そうかそうね、あ、そういうことね。そう、だからこの辺がね、うん、男と女のちょっと感覚の違いかもわからんね。うん、で、あとはね、なんかその女友達より男友達の方が楽しそうなんだよね、うん、女から見てると。はい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 、うん、まあ、アホですからね男。そうそうそう、うん、なんか何も考えずに、うん、なんかへへへみたいなやってそうなイメージが強いから、うん、だからなんか楽しそうだなって、それも経験したい。なるほど、うん、したい。まずは声かけまくって、それはもう本当にやりたい。やりまくると、うん、それ目的
でとりあえず外出る。でその後まあ携帯から何やら見て、うん、友達呼んで、うん、まあ、その人になりきってやるよね、うん、いろいろ、来てますよ、はい、けんちゃんさん、はい、やりちんになるのか。やりちんとはちょっと違うよね。あの未知の世界っていうのを体験したいっていう願望はい、はい、うん、ほら広野慎さん来てますよ。山内さんに賛成だわ、はい、どんなイケメンでもしたくない。本当よ。ねえ、そうなの。うん、ナチミンさんすごいな。これ男のあれどれくらいのエロで反応するのか試したい。そうそう、やっぱそういうのあるんだって。あはい、ないですか。なんかそのまあ例えばもう気持ちも女の子だとして、気持ちも女だったらあれだけど、 でも女のそのあれを感じてやってみたいと思いません？どれぐらい感じてるんだろう。でもさ、やっぱどっかに男とやるのが嫌っていうのがこう乗っかるわけよ本当に。もう男としての記憶抹消しましょう、それは。じゃあでもさ今のこの状態でも考えられるわけよ、それが。なるほどね、うん、うーん、どうしてもどっかにやっぱり、はあ、おっさんなって思っちゃうなるほどね。しかも男から見たこの男のものっていうのはどう考えても受け入れがたいわけですよ、うん、なるほど。こんなのよ。あ、やっぱ男の人はみんなそうなのかな。そうそうそう、エル君も、うん、ホモ感があるからやだわって言ってる。セナさん、一人でそういう行為に及んだ時の自分の心境を確認してみたい教えたいな。なるほど、教えたいな。あの後で山内さんの LINE 教えときますので聞いてみてください。そうそうそう、あの気持ちをちゃんと教えますよ、うん、はい。あとどれくらいのエロで反応するかっていうのは面白いね、うん、確かに。これならでは女性の視点でしょうね、本当にね。でも男の人によって違うんじゃないですか、やっぱり。それは違いますよ。ですよね、うん、どうですか山内さんは。どんな感じです。あ、どんな感じですってあまり聞きたくないよね、みんな。ごめんねてめえはい、てめえてめえ、うん、はい、太鼓さん、俺もやだ。あ、やっぱ男の人みんなそうなんだ。けんちゃんさんもそうですね。山内さんの気持ちわかるって言ってます。でしょ。またね、シップレームさん変なこと言ってるね。はい、最近嫁は女性としたいとほざいていますどういうことまた違うのぶっこんできたね。でもなんか一回でいいか、そういうなんか未知の世界をね体験してみたいっていう願望あるかも。でも女性は女性同士とやるのそこまであれしないよね、今の子たちね。うん、ないんじゃないね、うん、特にっていうよね。うん、汚いって感じがしない、女性同士はね、うん、なんだろうねなんでだろうね意外と。でも女の人もさ、ボーイズラブとか結構さ、うん、好きな人多くない？あれでもイケメンに限るけどね、やっぱり、うん、だからツルツルしてるわけでしょ、うん、ツルツルザラザラしてる二人のは見たくないよね、やっぱり。そうだってさ、やっぱでもさ、女性も意外と、うん、あの汚いですけど、うわ今なんかムカつく汚いって言ったら汚いってセナさん、もしもまだ独身だったら、はい、レレッチさんに会いに沖縄に行きますとか言ってさ、私より旦那を取ったんですよ結局。それは取るだろあなた取っていいことありますか、うん、ありますよ。お、手取り足取りいろいろ教えますよ。お、出ました。山内さんにも教えないけどさて、はい、うん、シュプレームさん、はい、もしもレレッチ姫の旦那だったら毎日ご飯をあーんしてあげるのにっていうことで。私があーんされる方ですか。そうですね。したい、されたいあーんするなるほど、はい、する、はい、ですね、はい、さらにメールが来てるので紹介しましょう。はい、ありがとうございます。めいちゃんが待ちきれんって言うからさ、うん、はい、了解。わお、はい、ちょっと待ってくださいね、一個はちょっと違ってた。くにちゃんさん、はい、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。そして1時間拡大おめでとうございます。ありがとうございます。この1時間拡大って何を物語っているんですか。やはり下ネタを期待してるんじゃないのかな。期待を裏切らないようにね。では2018年大ブレイクしますように。ドキドキいや、そうですか大丈夫。山内さんは下ネタを封印したそうです。今年はそうです。僕は言いません、うん、自分からね。いつそれが解禁されるか楽しみだね。楽しみですねさてめいちゃんさん、はい、レレチさんと山内さん、こんばんは。
うん、こんばんは。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。もしも地球が明日で終わるとすれば、うん、最後に食べたい食事は何ですか？ちなみにめいちゃんは最後に食べるなら家族みんなで豪華な食事をして中華料理で担々麺が食べたい。ただ豪華な食事したいだけじゃんって自分で突っ込んでますよ。最後、明日地球が滅びるってなったら、うん、最後に食べたいもの、なんだろうな。なんか変に豪華なものは食べたくないかも。口に合わない気がする。もう庶民で育ってるからさ。でもさ、食べたことないの食べてみたくない？私結構なんだろう、その新しいものに手出さない人だから。あ、そう、あのなんだろう、ご飯屋さん行っても、うん、まあ和風亭、沖縄で言ったら和風亭とか、うん、行ってももう同じのばっか頼む。新しいのに挑戦しない。でも分かるよ。分かる、うん、俺もそうです。だから多分明日で地球がなくなるってなっても、うん、多分ヘチマ食ってると思う。いや、あ、まあヘチマ、ヘチマない、意味が分からんけど、ヘチマはね。ご飯食うかって話がありますよ。食べないかな。なんか食事の時間もったいなくない？明日で終わるんだよ。好きな人とご飯にご飯行く。ちょ、だからご飯じゃないじゃん。何？どこ行く？アマ。アマってどこよ？アマ。アマってどこ？こっち降りて行って、私海沿いを左側に行けばいろいろあるでしょ。ラウンドワンかな。はい、はい、そうね。さてさて。さてさて。そんな感じかな。はい。はい。うん。山内さんは？もしも。もしも。もしも福山だったら。自分が？うん。もう本当にね、それこそ女に声かけまくるでしょうね。なんでピクピクしてんの？福山じゃなくても声かけまくってるくせに何言ってんだか。アホか？アホか？アホ？アホ？アホ？はい、私今年初のアホいただきました。はい、はい、みささん、うん、地球最後なら女を食べる。なんかどうなんだろう、やりたいっていうあれ出てくるんかな。いや、それしかなくない？嘘でしょ。豪遊したいとかはあるかも。だからさ、豪遊はもうそれもひっくるめての豪遊ですよ。やりたいとは思わないな、私は。それ女性だからかな。かな、うん、女性の皆さんどうですか？最後の最後でやるっていう、うん、最後の最後でやるっていう。なんかな、最後だったら普通にあれしたいかも。違っちゃった。はい。あれしたい。うん、なんか友達ともう集まって普通にワイワイ飲みたいかも。最後、ああいうことあったよねとか、なんかもう喋りながら。いや、しんみりしない？え、なんで？明日地球最後だよ。うん、もうそういう思い出でも終わりたい。でもそういうのを全く考えないような、うん、遊びをしたいってこと？遊びをしたいですね。24時間もこもりっぱなしみたいな、うん、もうそれはもう一つしかないよね。なるほどね。そうなんだ。ほら、ナチュミンさん、やって終わるってよ。マジ？うん。できればね、だからやるっていう行為があれかもしれないけど、例えば好きな人とこんなやっても抱き合いながら、あれですよ、スターウォーズのローグワンみたいにボンって爆発するみたいなね、抱き合いながら。何その感動的な感じ。私もそういう相手ができたらやってると思う。だからあと1日あるんだよ、そういう相手を見つければいいじゃん。1日でさ。いや、みんなだって多分探してるよ。1年かかってできない人が1日でできるわけがない。できる、できる、できる。募集中です。さて、はい、そろそろお時間となってきました。はい、めいちゃんが怒っております。うわ、怖い怖い怖い。ご意見があります。はい、メールもちゃんと読んでほしい。はい、ツイキャス中心での番組でメールを送った意味がありません。寂しい。リクエストもできるよって言ってたのに全然書けないじゃないか。山内さんのせいです、すいません。ごめんなさいね。
はい、はい、最後の曲はですね、はい、けんちゃんさんのリクエスト、はい、カルニデリア、うん、スピードスターでございます。どうぞ。いやどうぞじゃない BGM ねもうまとめないといけない、あと2分しかない。どうぞ、どうぞ私わかんないんだよなこの曲。はい、さあ1時間となりましたが、あっという間でしょ。曲もね2曲しか書けれてない。そうだな、うん、ちょっとね山内さんが喋りすぎたね やっぱ ね私に会えて嬉しかったんだよね。ちょっと喋りすぎたかもね。ね、うん、ね私も嬉しかったよなんだこりゃ自分で言ってから山内さんに会うよりもやっぱみんなとねまたこうやってね会話できたのがね嬉しかったからね私は。あ、僕何にも言ってないですからね勝手に持ち上げたり落とされたり大変ですよね。うん、うん、そっか。黄色いの顔の人さん、はい、気持ちいい話してたって。気持ちいい話してない。してましたよはい、はい、レレチさん、はい、最高です。ありがとうございます。山内さんに負けない折れない心がすごい私結構折れてます。多分この放送終わった瞬間あっちで泣いてますから。いつも山内さんにいじめられてるんで。はい、シュプレームさん1時間というか、はい、むしろ1時間でも足りないぐらいだねって。本当ですね。もう十分ですよ。もうまあテーマもよかったしね今日ね、うん、楽しかったですね。はい、はい、皆さん来週も1時間でお送りしていきます、はい、金曜日9時といえばレレツイートのちょっとだ ちょっとだけ、はい、うん、聞いていただきたいと思います。はい、はい、黄色いカーの人さん、犬年ワンワンギノワンワンだって。はい終わりますよはい、今年もよろしくね。あ、そっか、締めのあれ考えてなかった、ね、そうそうそう、はい、今年もよろしくねみんな。ありがとうございました。はい、また来週。まだもうなんかタイミング、あ、そっか、これ見るんだっけ。うん、あっち見てた。疲れた、暑い。フレッチ見るの1時間じゃ足りない棒読み。皆さんありがとうございます。楽しかったね。ありがとう。やっぱ1時間でもほら言ってくれてありがとう。ありがとう、ありがとう。そっか、次来てるんだ。行こう次来てるの。え、次来てるんだったら入ってこないと、はい、お疲れちゃん、みんなバイバイ、またね。バイ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 、お疲れちゃん。